皆さん、こんにちは。弁護士の山崎俊です。本日の動画ではですね、職場で録音を始める外国人労働者に対して、録音をやめるよう注意することができるのか、やめるよう命令することができるのかというテーマを扱いと思います。本日の動画もですね、外国人労働者に関わらず、日本人の労働者に対しても同じことが言えると思いますので、参考になる部分があるかと思います。それでは早速本日のスライドを投影いたします。それでは、職場での録音禁止命令という、シンプルなタイトルのスライドを始めてまいりたいと思います。本チャンネルではですね、主に外国人労働者の人事業務についての動画を上げておりますので、興味がございましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それでは早速始めてまいります。本日もですね、架空の、ご質問を読み上げるところから始めてまいります。パワハラがあったとき、外国人である私の味方をしてくれる人がいるかわからないので、自分を守るために録音をしておく必要があると言ってですね、職場で録音をする外国人労働者がいます。他の職員も嫌がっているので、録音をやめてほしいです。本人には何度も注意指導をしているのがやめてくれません。どう対処すればいいですかという架空の説例になっております。こちらもですね、結論から申しますと、職場でのですね、録音を禁止することは可能ですということになります。これがですね、やはり職場の秩序維持という観点、勝手にね、録音をされてしまうと、職場で自由な意見交換とかもできなくなっちゃうし、あとはプライバシーの侵害の恐れだってあります。それから、会社のお客さんとかですね、機密情報の漏洩のリスクとかもありますので、そういったところから守るっていう意味で、録音を禁止する必要性もありますというところですね。で、就業規則に、またですね、就業規則に許可なく業務中の会話を録音、動画撮影してはならないと。こういった直接的なもう禁止、する規定があるんであれば、もちろんですけれども、その他にですね、会社の指揮命令に従わなければならないとか、会社の秩序維持を、図らなければならないとか、そういった規定があればですね、説得もしやすいし、録音を禁止するよう命令するっていうのは、やりやすくなるかなと思います。またですね、こういった規定自体がなくとも、後ほどご紹介する裁判令上でもですね、規定がなくとも録音禁止命令は、できると。いうふうに考えられています。で、こういったですね、注意指導を何度もやっているのにも、かかわらず繰り返す場合っていうのは、軽めの懲戒処分をやっていただくとか、本当にもうそれでも改まらないようであれば、もう普通解雇してしまうといったことも選択肢には入ってくるかなというふうに思います。で、こちらがですね、録音の禁止命令についての裁判例、割り貸し代金の裁判例ということになっております。雇用者であり、かつ本社及び東京工場の管理運営者である被告は、労働契約上のですね、これは指揮命令権及び施設管理権に基づき、被用者である原告に対し、職場の施設内での録音を禁止する権限があると。で、このことは就業規則にこれに関する明文があるか否かによって左右されるものではないというふうに言ってます。なので、会社さんはですね、指揮命令権、施設管理権というものを持っているんだから、録音っていうのも当然に禁止することができますよねと。で、就業規則に、そういった明文がなくてもできるんだよというふうに言ってます。で、この裁判例ではですね、結局この録音禁止命令にもかかわらず、この原告の方がですね、原責の懲戒処分も受けていたんですけれども、裁判中もですね、結局その反省の意思を示していなかったと。いうことも考慮されてですね、普通解雇の有効性も争われていたんですけれども、普通解雇も有効だというふうに判断されました。ただですね、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、無断録音とか秘密録音、録音を確かに禁止するっていう命令はできるんですけれども、じゃあ実際に無断録音とか秘密録音されていた場合に、これが、パワハラの証拠として裁判で出されたような場合に、証拠能力が認められるのかというような、議論があるんですけれども、裁判例上ではですね、無断録音、秘密録音であっても証拠として、採用される可能性があるというふうにされています。あと実際にですね、この実際にハラスメントの被害に遭っている状況を録音していて、それを理由として、懲戒処分とか解雇とか、っていうのをやるのは、なかなか難しいんじゃないかなというふうに思います。やはり身を守るために必要性があるっていうところなので、録音のそういうね、必要性、相当性があるんだろうと
というところで、それにもかかわらず処分をするっていうのはなかなか難しいかなというふうに思います。なので、まあもちろん当然なんですけれども、まあ、会社としてはですね、まあ、日頃からそういったハラスメントが起こらないような環境に努めていただくっていうのがもちろん大事になってきますね。で、それが先ほどの、これがですね、先ほどの裁判例の引用文となっております。まあ、民事訴訟法ではですね、まあ、一般的に証拠価値、証拠の採用についてですね、特に禁止している条文がないんですね、民事訴訟法に。なので、まあ、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきだと。まあ、原則として証拠としては採用できると言って言いつつですね、赤字のところでですね、まあ、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的、肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、まあ、証拠能力は否定されるよというふうに言っています。まあ、なかなかあんまり想定はされないのかもしれないですけれども、まあ、監禁をしてね、人を監禁して、それを状況下で無理やり喋らせたものをまあ録音しているとか、まあ、もう本当にそういったレベルだったらさすがに証拠能力、録音してても証拠能力が否定されるんであろう、あるとは思いますが、まあ、通常はなかなかそういうことはないと思いますので、まあ、秘密録音されてたら、ね、ハラスメントの証拠として認められる可能性は、まあ、高いんじゃないかなというふうに考えていただいた方がいいと思います。で、この裁判でですね、結論として、まあ、お酒の場での発音をですね、発言をですね、まあ、秘密録音してたっていうところなんですけれども、まあ、未だね、それだけだったら人格権を、発言者の人格権を、著しく反社会的な手段方法で侵害したものと言えないということでですね、結局証拠能力は認められているということになっています。で、まあ、最後にですね、まあ、外国人労働者が安心して働けるようにという、見出しをつけているんですけれども、まあ、本当にじゃあなんで、録音しているのかと、録音している外国人の方にはですね、なんで録音しているのかっていうのをまず聞いてみた方がいいと思います。で、その上でですね、まあ、悩み事があるのかどうかっていうのを確認して、まあ、伝えつつ、悩み事は確認しつつですね、まあ、録音によってもたらされる悪影響ですね、自由な意見交換がしづらくなるとか、機密情報漏洩があるとか、プライバシー侵害のリスクだってあるんだよということはですね、ちゃんと伝えた上でね、やめてほしいというふうに説得していただいた方がいいです。それからですね、まあ、相談者から悩み事を聞いてですね、相談者の方から、まあ、ハラスメントの被害にあるんだというような申し出があった場合はですね、まあ、調査の意向があるのかどうかっていうのを確認の上でですね、調査の必要性、その方法とかを検討していく必要があるかなというふうに思います。あとはですね、日本人の労働者であっても同じだとは思うんですが、外国人労働者は特にですね、こうやってハラスメントの被害を申し出るとかっていうところも調査を受けるとかね、被害を申し出るとかっていうのはかなり心配。自分が不利益を受けるんじゃないのかなという点でね、かなり心配しながら相談しているっていうケースもありますので、ちゃんとですね、調査する際とかですね、相談者のプライバシーは守るんだということとか、まあ、相談したことによって不利益はないんだよっていうことをちゃんとお伝えしてあげた方が良いですね。まあ、この相談したことによる不利益っていうのがじゃあどういうことかっていう、どういうものがあるかっていうと、まあ、無期契約の方だったら、まあ、有期契約に、切り替えるんだというような強要をしたり、あとは降格とかしたりですね。まあ、賞与の算定の際に不利益に扱うとか、あとは不利益な人事異動をするとかですね、自宅で待機命令をするとか、まあ、あとは昇格とかね、昇進の人事効果で不利益な評価を行うとか、あとはですね、まあ、仕事をさせないとかね、雑用を行わせるとか、まあ、こういったことが不利益な扱いというふうに考えられます、ね。なので、まあ、こういったね、相談したからといって、こういったことはないんだよっていうことはちゃんと伝えて安心させた方が良いと思います。で、まあ、悩み事を聞いた上でですね、まあ、ハラスメントの被害がないと。いうふうに本人が言ったとしてもですね、まあ、今後のためにも、まあ、ちゃんと相談先を伝えておいた方が、まあ、外国人の方も安心して働ける環境になるかと思います。それではですね、本日の動画はここまでです。本チャンネルではですね、外国人の人事労務に関する動画を上げておりますので、チャンネル登録、高評価等、よろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。